こんにちは、アレックス専任講師の芦田と申します。本日はですね、2024年エルゼミの新しいエルゼミですね、この内容についてご説明を差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、新エルゼミ開始ということで、さらに今期このエルゼミは教材を一新、より合格に近づけると、実践的に合格に近づける、そういうゼミになる予定です。本試験を柱とした多彩なバリエーションの発展問題を展開した論文学習、これを提供いたします。まあ、この発展問題ってなんだっていうことなんですけれども、大学の入試ありましたよね。大学の入学試験の受験参考書、あれを思い返していただいて、過去の試験を改変した問題っていうのが、こう受験参考書なんかにたくさん載っていたと思います。過去問ズバリではなくて、そのポイントをずらした問題を解くと、問題の本質というものが見えて、論点の理解というものが深まっていきます。新エルゼミでは教材にそのような問題を使っていきたいと、そういう趣旨ですね。さて、なぜ過去問ベースということですけど、まあ、過去問重要なのは受験生の皆さんでしたら共通認識としてあるかと思いますけれど、ここにあるようにね、過去問っていうのはこれをクリアしたものを合格させる、受験生に対する工業所有権審議会のリアルかつ唯一のメッセージですね。過去問は本試験のリアルです。一方、予備校の当練はね、あくまでも練習、当練とあるぐらいですから、当練は問題にこの癖があったり、まあ、様々な解釈の余地があったりすると、まあ、これぶっちゃけクレームになるんですよ。何気にこの読みやすさ、問題の読みやすさっていうのが非常に重視されてるんですね。これね、当練問題に慣れて、本試験をいきなり受けると、本試験の読みにくさっていうものをすごく感じると思うんですね。なぜなら本試験っていうのはこれサービス、読みやすくサービスされてない、ここで言うようなリアルな問題、まあ、リアルなハードルなんですよ。過去問というのは法律だけでなく、試験傾向とか時間配分とか、合格に必須の情報を体感として学ぶことのできる学習に必須のツールです。まあ、じゃあね、自分でそんなに過去問大事だ大事だって言うんだったら、自分で過去問学習すればよくないってね。まあ、過去問なんてこう本に冊子になって売ってるわけですから、それを自分でやればいいんじゃないかっていう、自分でやりますもんね。まあ、しかしね、そもそも過去問っていうのはハードルであって教材ではないと。過去問非常に重要なんですけれど、論文を体系的に学ぼうとする際に最も有効な教材なのかというと、ちょっと疑問がある。過去問だけの学習では網羅性に欠けるっていうね、まあ、演習が不十分になるよ。まあ、それだけではなく、本試験ってこの繰り返し出題される本当に重要な論点といいますか、品質論点っていうのがある一方で、この受験生を奮い落とすためのこの純粋なハードルとでも言いますかね、奇抜な問題っていうのも結構出題されるんですよ。令和2年商標法の4条1項3号とか、平成29年の4条1項17号の趣旨とかね、特許法では平成30年に特許法条約の趣旨なんかが出題されてます。こういう問題っていうのは、まあ、おそらくこの10年まず出題されないだろうと思われます。だから、このような奇抜な問題と本当にこう毎年毎年出題される、そういう問題っていう品質問題っていうのを同じウェイトで勉強するっていうのは、これは効率的な学習とは言えません。またね、品質論点っていうのが重要であるとは言ったって、もう毎年のようにね、あの国内移行、特許法の国内移行なんか出題されますし、あの衣装法なんかでは秘密衣装とか、あと類似衣装とかね、関連衣装とか、
そういうところって年中出題されますよね。選考眼関係とかね。で、そういうところを、もう3回も4回も過去問、同じところを繰り返して勉強するっていうのも、これ退屈なものです。24年のエルゼミ、この教材っていうのは、奇抜な問題っていうのは思い切って、これ全部っていうか、奇抜な問題は削除して、で、また品質の論点、これ大切といっても、重複に、あまりにも重複になって、こう繰り返しになってしまうところっていうのは、その数を減らして、で、その空いた分を、今まで出題されていなかった、ここ10年出題されていなかった重要論点、例えば商標法なんかだと、フレットフリーとか、e アクセスとかね、そういった論点っていうのを追加して、全28回の問題を通じて、重要論点を網羅できるようなカリキュラムっていうのを作っています。まあ、過去問のエッセンスっていうのを十分に残しつつ、網羅性と効率学習、これを可能にするのが24のエルゼミです。エルゼミの教材は過去問と何が違うの？エルゼミの教材はメインに過去問の事案を使った、これは過去問の問題ではなく、全問新作問題です。実際に例を見ていただいた方が早いかと思います。これはですね、エルゼミ第1回の問題です。平成26年試験問題を元に作成されています。全体的にね、この辺のメインのところ、この辺、こっちは平成26年、この辺。この辺はね、ほとんど同じなんですよ。まあ、ところどころ事案が変更されて、この辺とかは事案が追加されています。設問の聞き方、そういったものも大きく変更されています。本試験は設問が1、2、3、4、5だったのに対して、エルゼミの方は設問が4つになって、で、またね、聞き方なんかも随分変わってます。この問題でではですね、平成26年の問題、まあ、エルゼミもそうなんですけれど、国内移行が問われてるんですよ。で、国内移行において、過去問は、公は日本国に住所を有する。そういう方なんですね。エルゼミの方は在外者になってます。ね、国内移行において公が在外者であるかどうかで、挙げるべき項目っていうのは異なりますよね。そういうところが、まあ、こうさらっと問題文に含まれていたり、また過去問、この平成26年の本試験では29条1項2号の公然自死の解釈、それが一つの論点になっていました。ただエルゼミはこれハードルというより教材ですから、こっちはね、29条1項2号の公然実施の解釈っていうのをいきなりやるんじゃなくて、その前提として2号の用語の意義、公然実施とは、さらにその前提として1号の公然知られ、ね、その意義から学習を進めていきたいなというのが、これ勉強を見ていく上ではすごく大切ですし理想だと思ってるんですね。そこでエルゼミではですね、そのような形で勉強が進められるように、公然知られた発明に該当するか否かを説明した上で、29条1項2号、この論点ですね。この論点というものを解かせるような問題に変更しています。だからこちらの問題を解くことで、29条1項2号の論点だけではなく、その前提として、29条1項1号の解釈、その理解も深められるというようなね、そういうカリキュラムになってるっていうことですね。さらに、この全カリキュラム、全28回のカリキュラムを通じて、主要論点とか、未出題論点とか、そういったものを網羅する。そういった趣旨で論点の調整を行っています。
この辺か。この辺は論点を追加してるんですね。追加、削除することで全カリキュラムを通じて、論点網羅、これが行えるようにしていますと。じゃあエルゼミの教材はどんな効果があるのっていうことなんですけれど、エルゼミの教材はここにあるように主要論点を網羅できますよって、まあ何回も言ってますけれどね、そういうところ推しですので、インプットの意義としてこの1、主要論点を網羅できる、また先ほどちょっと29条1項2項の例を挙げて説明させていただいたように、過去問の類型問題、そういう点で、学習っていうのを進めていくため、いわゆるポイントではなくて面で、点ではなくて面で知識を広げていくことができると。この2点が大きなインプットとしての意義です。そして丸2、これはアウトプットとしての意義ですけど、過去問に回答するのに必要な読解力が身につく。これは本試験というのはやっぱり読みにくいですから、それをしっかりと、使って、その事案を使って問題を読み解いていく演習、これをやることによって読解力が身につきますよ。で、その本試験ギリギリのところっていうものを常に意識して勉強を進めることによって本試験に焦点が合っていく、そして合格っていうね、こういう流れをエルゼミ24は作っていきたいと思っております。エルゼミ24を通じて合格を勝ち取っていただきたいと考えております。以上となります。ありがとうございました。